STU48 のすだちでキュン。ではすだキュン反省会行いたいと思います。イエイ。今回からは、はい、ゲストとして初めてすだキュンに福ちゃん、メンバーのゲストを来てくれました。福ちゃんどうでした？すだキュン、すだキュン、そうですね、まあ、自由な感じとは聞いてたんですけど、想像の100倍ゆるゆるな雰囲気がすごくなんか癒されました。今までね、他にもラジオ出てきたと思いますが、はい、ゆるさでは一番ですか？そうですね、さすがまひちゃんの番組。それいい意味でですよね。もちろん、もうめちゃくちゃいい意味です。よかった。もうまひちゃんの良さをこんなに生かしてくれるとこないと思います。よかったね、まひちゃん褒められた。そして今日は反省会ディレクターズメモがやってきました、うん、はい。まず1、メール紹介で甘がみした三好市井川町佃田駅、もう一度声に出して確認しましょう。すいません、これは私の反省ですね。もう冒頭でカミカミだった。どこ、三好市井川町、うん、三好市井川町の佃田駅、井川町の佃田駅、佃田みたいだね。三好市、三好市、橋倉佃って書いてあったから分かんなかったんだ。これ私の反省です。はい、これは気をつけます。三好市井川町佃田駅。そしてナルチュラドの話で塩田が出てきましたが、うん、2人は塩田分かりましたか？塩の田。まひちゃんは？分からんよ、ひらがなで塩田。やっぱまひちゃん分かってなかった？なんか田園のなんか変化版かなみたいな。あ、田んぼみたいな。そうそうそう、そうか、やっぱりディレクターはもうあのまひちゃんとこう何回もお仕事してるから、か絶対まひなちゃん塩田分かってなかったでしょうって言いに来た。もうそれはさ、どこで習うの、みんな塩田って？でも結構習ったり、習ったなかった、うーん、習うとかじゃないよ。そうなんだ。多分おばあちゃんもそんな言ってなかった。言ってなかった。ナルトのね、あの高島って言って昔塩田があったのは、そうなん、わかる、あの高島のね、今、うん、あのね、駄菓子屋さんマジで好きだったんよ。木屋っていう駄菓子屋さんがあったんだけど、小学校とかあるあたりかね。あのね、今鳴門教育大学があるところ、うんうん、で昔そこが塩田だったと。そうなんだ、高島好きです。やっぱり分かってなかった、さすがディレクター。お見通し。お見通し。恥ずかしい。まあ、今回ね、あの福ちゃんに来てもらいましたけど、うん、まあ、スマホ堂の話出てきたけど、福ちゃんやっぱスマホ堂行きたくなりました？うん、行きたいです。なんかまひちゃんそういうの大体報告してくれるんですけど、じじいちゃん関連の話、スマホ堂のことはなんか黙ってたから。ちょっと今ちょっと裏切られた。今度まひちゃんぜひ見せてあげて、あの、うん、スマホケース、うん、見たい。そのあれだよね、あのアップされるじゃんか、動画がね、うんうん、だからもうこの時のもうアップされてるのか。まあ、この反省会とスマホと連日こう2日連続ぐらいでこう更新していきたいと思っているので、じゃあそれが更新されて、もしあの福ちゃんに見せる機会があったら、それをぜひ SNS で、うん、大々的にね。見たい。報じます。お願いします。はい、はい、ということで須田キュン反省会はもう私の反省一つとまひちゃんの反省一つでしたね。ということで福ちゃん来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。最後須田キュンポーズで締めよっか、まひちゃん。何より、須田ち、須田 ちでキュン。あー、了解。 OK、 はい、せーの、須田ちでキュン、キュン。ありがとうございました。バイバーイ。